Let's go!久しぶりの撮影、今日はね、まだ何撮影するか、まあ、決めてません。今あの京極さんがね、あの必ず時間通りに来たことないんで今あのとりあえず迎えに行ってるところなんですけど、なんか適当に撮影してみたいな。そうかやめたほうがいいですね。まあ一応密気をつけよう。密3密、まあ、密ですよ。密ですよ。密ソーシャルディスタンス一応保たなきゃいけないでしょ。怒られちゃう。ディープデイ。宇宙ちゃんとのドライブデート。彼氏がいない子たちが宇宙ちゃんとドライブしてる感覚で、むしろあの言葉いらないかもしれない。俺ハンドルさばきと。シフトチェンジだけで十分再生回数1万いって、あれでしょ、エンジン音もあの会話に入ってきてる感じ、わかる。なかなかないよこのアングルは。どこ向かってんの？怖いね、すでに。今怖いんですよ。ちょっといろいろ映さないと。やばいな。マジで。やるとやばい。出演できない。って書いてあるの。ちょっと待った。これ昼間来たらさ、昼間結構いいよ。ああ、そこそこなんか、これあれじゃないの？池。すごいね。なんかちょっとわかる。鳥肌がすごい。見える？違う。真剣にやろうね。真ん中が真ん中に。うん。ちょっと待って、池があるよ。あ、これ池ですか。うん、今日あの笑いなしで、笑いなし、うん、あの真面目な感じでいくから、うん、ちょっと今日さ、うん、パジャマなんだよ。パジャマでお邪魔。わかんない、わかんない、うん、生徒に言う。俺は歩いてもいい。いつもの感じね。いや、もうそこ真ん中だから右に入れとがあるわけ。ほら見えんじゃん、もう。この真ん中にみんなほら逃げたんだよ当時で。骨がね山積みされてたわけ。うん、ここにね、これ入れ戸ってとこですか。ここですか。これ、まあ、これ目の前のこれ。ああ、これ建物。そう、これが入れ戸。いや、分からん。
分からんよ。ていうかさ、これ撮るとき俺に渡したのってさ、なんかこういう絶対にその責任をつけないと俺に間違いなく。別に冷やかしてきてるわけじゃないからね。手洗ってもいいってことですか。あ、手洗って、水入ってる。水溜まってないでしょ。やばいぞ。あんま触れたりしない方がいいと思う。え、これ入れるね。できるできる、この中も入れるんだよ。そう見えるか、こっち。みんな好きだから、スカイツリー。ノーカットにしようかな、編集で。いや、編集した方がいいし。した方がいい、した方がいい。した方がいい。慣れるでしょ、すぐ。これ由来？大丈夫か？炎上とかしないよ。なんか炎上しそうな気する。なんで？だって心霊スポット別に炎上しない。いや、心霊スポットってこういうとこじゃないよ。バカなの。え？で、どういうところなの？心霊スポットっていうのは、心霊が出れば心霊スポットなんだよ。心霊が出れば心霊スポットなんだよ。ね、どういうところ心霊スポットって言って答えてみて、ちょっと。言ってみて。潰れたラブホテルだとか、病院の跡地とか、そういうところ、そうだよな。そうだよね。え？ちょ。ここはちょっと神聖すぎちゃって。心霊スポットなんだけど、神聖すぎちゃって。ちょっと意味違ってるだろ。心霊スポットなんだけど、ね、ほら。心霊じゃん。心霊スポットなんだけど。心霊スポットだ。分かったな。心霊スポットなんだけど、ほら、一応ほら、冷やかしてくる。ここじゃないから。ここは神聖な場所だ。冷やかしてないもん。撮ってるだけだ。撮ってるだけだから。神聖な場所だ。だから、足音くない。何のスポットだ。足音くないやめてよマジで。そうですよ。ちょっと行ってみて。いい、今聞こえたじゃん。ちょっと行ってみて。足音聞こえたりするの。やめろよ。でもなんかあれだよね。いい雰囲気。雰囲気あるでしょ。やっぱ昼間来るとすごくあれだよ。すごいいい公園だよ。鳩もいっぱいいるし、鳩もいい公園なんだよ。昼間ね。そう、昼間結構いい公園だよ。あるよ。でね、これ心霊スポットって言うけど、そんなのあれだもん。聞いた試しないもん。いや、言われてんだけど、実際に言われてんだけど、昔からここ知ってるけど、そういう感じのイメージの場所はないからね。ここは違う。神聖な場所だから、心霊スポットとは言わないっつって。いや、だから先生、あのさ、何スポットが言ってるの？だから今いいや。神聖スポットでしょ？分かったから。もう今、この奥行くから。ここでちょっと一回さ。ちょっとやばいよ、もう。練習するんでしょ？いや、練習するでしょ。やばくないっしょ？ここから先行くとダメなのに来るんですよ。人じゃないの？どれ？ちょっと待って。どれ？人なんかいないから、この時間。ちょっと、あそこ見て待って。どれ？見てして大丈夫か。どれ？え？人じゃないっしょ。え？人はあれ誰よ？
やめて。男だよ。やめて。マジ本当に。マジ本当に。本当じゃない。やばない。一人いないじゃん。人だけ。うわ、めんわ。